大高又次郎将軍の石踏み、両前後国神社、京都市左京区、大高又次郎源氏元年6月5日は、幕末の尊王攘伊橋氏で、林田藩氏。大高六八郎義豪の次男として生まれる。祖父は、大高左衛門、母は次へ。幼少より、甲州流軍学、西洋法術など軍事に関わることをもっぱら学び、父、 六十八郎より川具足の製法の直伝を受け、大高製の川具足と呼ばれて、好評を得る。安政四年春に脱藩。京都へ出て、梅田運んぴ美喜三郎、吉田松陰門下の野村和作などの志士と交流を持ち、梅田運品宅に住み込んでいた。安政六年には、萩へ赴もむき吉田松陰とも出会っている。この際、 長州藩主が参勤で、伏見に立ち寄った際に系の活動家貴族と対面させる計画を持ちかけたが、藩重役の反対に合い計画は頓挫している。安政の大国により、梅田が捕らえられたのを追って、江戸に潜伏。しかし、梅田の処刑で、自らにも幕府の追武が迫ったため、浅草寺で坊主に変装して、江戸を脱出し、京都の長州藩邸に逃げ込む。 その後、ここを新太郎住居別島に居住し、武具、兵器の調達を担当するなど尊能上位活動を続けた。現時元年6月5日、議定、中米と共に池田屋事件に遭遇。奮戦虚しく新選組によって撃たれた。去年42、明治24年、正五位を送られた。池田屋事件後の6月7日、大高家は新選組の家宅捜索を受ける。 夫の後を追うと自害しようとして失敗し、重体だった妻、富、子供6人、門弟2人らはこの時に捕らえられ、長男、木野一郎だけは、捕獲を免れて、鳥取へ逃げ延びる。約3ヶ月後に釈放されたが火災はすでに没収されていたため、林田藩に帰郷したという。中村武雄、池田屋事件の研究 P80ABCD、履歴。 大高又次郎、金能純国次席さん、東京大学資料編さ所蔵田尻佐左編、増医所見伝蔵補版上特使増位年表 P7。ありがとうございます。